京都にある和田善旅館ではフロントとパントリー間の連絡が滞ることに問題を感じていました。フロントとパントリーの連絡は主に朝食時の布団上げとチェックアウト後の客室清掃について。内線電話を使ってフロントから連絡するかパントリーから確認の連絡をすることになっていました。しかしフロントがお客様対応で忙しい時には電話に出られず、各フロアの担当者がフロントまで出向いて確認を行っていました。目の前にいらっしゃるお客様が第一になってくるんで、その第一のお客様の方の対応を優先するということになってくると、なかなか連絡がおろそかになる場合もありますですね。当時の確認作業を再現していただきました。客室係がフロントまで行って確認します。従業員用エレベーターは混み合うため待つ時間がもったいないと階段を使っていました。フロントに到着、お客様が退出された部屋をチェックしメモします。再び階段を上がってパントリーへ。再現では一番遠い4階からの確認で3分以上かかっていました。これが1日に8回ほど発生していたといいます。そうですね、4階から1階でまた1階から4階は結構体力的に疲れてきて、途中でちょっとダウンしちゃったりとかしますね、はい。この無駄を何とかしようと考えたのがタブレットと無料アプリ LINE の活用。お客様がチェックアウトした時にフロントが LINE に部屋番号を入力、その部屋番号は各階のパントリーに置いてあるタブレットに送られます。客室係は LINE をチェックすることで効率的に客室作業に入ることができます。客室係が確認したものは既読となるため、フロントでも送った情報が見られたかが分かります。インカムだとか、あとなんて言いますシステムとしてですねの導入というのももちろん検討はしてたんですけれども、費用がやっぱりかかりますのと、まあ、うちのこのぐらいの規模でやっていく分にはそこまでのシステムを導入すると逆に、まあ、重たくなるのかなという印象があったので、まあ、何か手頃なものはないかと検討したところ、まあ、LINE が一番いいんじゃないかなと思いまして、それを導入した形になります。導入費用は5台のタブレット購入費だけで済みました。使ったことがない人のために写真入りのマニュアルも作成、分かりやすく簡単な操作でできるようにしたためスムーズに定着しました。トータルで1日、まあ、少なくとも、15分から30分ぐらいの、まあ、日にもよってなんですけれどもの時間は削減ができているというのを、ちょっと計測いたしまして、効果を確認いたしました。現在はタブレットにマニュアルなどを入れておくことで新人教育にも活用。最近増えてきた外国のお客様への客室サービスでの情報を検索したり、旅館利用者の口コミのチェックなどにも利用しています。結構見ますね、はい。なんかやっぱりもうそれこそまあリピーターさんのお客様とか書いてたらやっぱ気になるじゃないですか。なのでやっぱ直して自分が直せるところは直していきたいのでこれを見てやってますね、はい。タブレットやったらマニュアルをそこに電子化して載せておくこともできます。
まあ、口コミ見ることもできるし、で例えば英語しか喋れへんお客様来たら、もううちはコミュニケーションのために使ってもいいよと言っているので、そのタブレットをお客さんのとこ持ってってこう喋って翻訳してもらうっていうのもやってるって思うと、非常にコスパもいいし、そこから私たちの仕事 LINE だけじゃなくてタブレットを使用して広がりました、たくさんのことが。はい。